白狼日または白狼軍は中華民国元年から三年にかけて起こった貴族集団である。名前は狩猟である白狼にちなんだ。父が貴族である白狼は幼児から貴族となったが一時二年余り軍隊にいた。民国革命で中国全土が乱れるとカナンで土肥軍を編成し南洋を破った。民国二年に周三千を率いて 竹勝関に迫り、帰って、河南省の核県城をほふり、投降して安記省に侵入し、土費を合わせて、総勢1万。北京政府は、湖北特軍団、柴隆氏を、討伐軍総司令とし、安記の長君に出動を命じ、官軍5万は、当時1万5千と言われた、被軍を、症状で破った。けれども、被軍主力は、古北に入り、河南を経て、 先生に入って、西安に殺到した。沿道の失業者、土費、第二革命の廃兵などがこれに投じ、総勢3万と、合された。北京政府の遠政外の野望を打ち砕こうとする、南方派もこれに通じ、政治上も重大な形成となり、タスク間廃炎の騎士が上がり、各地でもこれに応じた。北京政府は老媒し、大軍を動員し、民国三年、 ようやくこれを壊滅し、狩猟である白狼は傷ついて死亡した。その工程は3600マイル、5章に及び、政府は討伐費2000万両、兵5万を動かした。ありがとうございます。